はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日はですね、5月の23日月曜日です。はいはい、ここのところですね、ちょっと数日間新しいエピソードの更新ができてなかったんですけれども、ちょっとねお出かけをしてました。はいはい、急にね出張が入りまして、みんなでねちょっと出かけましたね。うん、はい、ということでちょっと更新がね空いてしまって、そしてその出張中もね、朝のあの早い時間ほんと早かったんですよ。もう3時とかから夜中までずっとね、あのお仕事をしてたんで、あのエピソードをね撮る時間がそもそもなかったっていうことで、久しぶりにこうちょっと全く更新がないっていうね状態になっちゃったんですけど、今日月曜日からまた復活していきたいなと思います。はいはい、というわけなんですけれども、久しぶりに出かけてみてね、で、まあ、僕らの住んでるところって山の中というか山の上なんですよ、うん、で今回行ったのは海の近くだったんですけど、暑かったね。暑かったですね。うん、結構ね先週は寒いって言ってたじゃないですか。寒い日も結構あって、あのストーブ炊かないとなみたいなお話してたと思うんですけど、うん、この間ね行ってきたところ本当暑くてね、うん、もう30度ぐらいある、もう30度以上かなあるような感じで、ねもうね体がこうなんかダメージが結構あります。そうですね、はい、まあ良かったのは帰ってきてこっちも暑かった、まあ暑いですね今日もそうですね、うん、これで帰ってきたらすごい寒かったってなったらすごくやっぱり体疲れちゃうんですけど、うんうん、まあ今全国的にすごく暑くなってきてて、今日も天気良かったですね。そうですね、うん、とてもいい天気で、ちょっと散歩とか行ったら暑すぎてすぐ帰ろうかなって思うような、まあ、そんなような天気です。はい、はい、しばらくね更新しなかった間にコメントとかねメールとかをたくさん読ませていただいたりとか返信をさせていただいたりしてたんですけれども、はい、結構多かったのがライブ配信どうなったんですかっていう、うん、お話がありましてね、うん、でまあライブ配信っていうのはもともと4月ぐらいまで月曜日と木曜日にやってたんですけれども、4月からね僕がオンラインの授業学校の授業を受けるということで忙しすぎて時間がないっていうのと、あと授業の時間とちょっと被るというので、うん、ちょっとやめてたんです。はい、うん、でもねまたライブ配信やってよっていうね方が結構いらっしゃるので復活していきたいなって思うんですよ。うん、うん、ちょっとずつやりましょう。はい、うん、月曜日にねやろうかなと思ってます。うん、今お仕事がね徐々に増えてきて戻ってきてすごく忙しくなってきているっていうのがあって、なのでねできる日にやれたらいいかなっていう思ってるんですけど、でもやるとしたらやっぱ月曜日かな。そうですね、うん、でそのやる時には事前にね案内をしてライブ配信やりますよっていう形でお声かけしてやりたいなと思います。はい、うん、であとねエピソードの方も毎日更新今してるんだけど、うん、たまにこう溜まって一気に 2,3 個アップされたりとか、まあ、たまにその更新されない日があったりとかっていうのもまあちょっと最近あると思うんですけど、まあ、そんな感じでやろうかなと思ってますね。そうですね、うん、無理のないようにちょっと進めていけたらなと思っています。はいはい、うん、今回みたいにまとまって何日間出張で泊まってってなるともう処理ができなくなるので、まあそういうことも出てくるかなと思うんですけどね。うん。うん、まあそれはそれとしてですよ。はい。はい。今回ね、ちょっと久しぶりにビデオを撮るようなプロジェクトを、まあ、やらせていただいたんですよね。はい。まあ僕はカメラマンなんですけど、最近は写真を撮ることが多かったんですよね。うん。で、動画を撮るのはちょっと前まですごくやってたんですけど、まあこのコロナ禍に入ってからなかなかやらなくなって、まあ、最近また復活してきたっていう感じで、うん、今は、3つぐらいかな4つぐらいかなビデオのプロジェクト同時にやってるんですけど、うん、いやビデオ大変ですよ。うん、頭の中がねこういろんなこうあれが回ってて音楽とかいろいろねいろんなことが入ってて、まあ、写真だけ撮るよりもねいろんな要素があって大変でまた面白いというね
そういう気持ちになってます。はい。うん、僕今まで聞いたことなかったんですけど、このイージージャパニーズ見てくれてる方、聞いてくれている方、まあ今たくさんいるじゃないですか。はい。ポッドキャストと YouTube 合わせると、ちょっと何人かわかんないんですけど、すごくたくさんいて、で、そして登録者の方も増えていってるんですけど、うん、カメラとか、そういう映像、好きな方っているのかなと思って。あ、確かにね。ね。あんまそういう話しないんですけど、もしいたらね、コメントとかしてくれたら嬉しいなと思いますし、うん、はい、そうなんですよ。で、あとまあさっき言ってたね、ライブ配信のことですけど、お題がね、やっぱりいつも困るんですよ。うん、こう今日は何の話をしようかなとかっていう、それをまあリクエストがもしあればね、嬉しいなというふうに思います。はい、うん、最近ね、ちょっと今日いろいろお話が飛びますけど、最近ほうば巻きっていうね、お菓子が出始めましたね。そうですね。うん、ほうば巻きのお話は、去年ね、ポッドキャストでしてるかな。してると思います。はい、してると思います。映像はなかったんですけどね。僕らの住んでいるこの長野県の南の方ですね。の、なんて言うんでしょうね。ソウルフードというか、そうですね、この時期に必ず食べる、お菓子というか、お餅みたいなね、うん、お菓子なんですけど、それがいよいよこう発売されましてね、うん、で我が家にも今年初めてのほば巻きというお菓子がやってきました。うんうん、さっき食べたんだけどね、うんうん、やっぱりこの時期、この夏の始まりっていうかね、春が過ぎてもうすぐ夏になろうっていう時に、このそういうお菓子が入ってくる。ちょっと前に冷やし中華のお話とかをして、あ、夏感じるよねっていう話したんですけど、やっぱりね、このほうば巻きっていうお菓子も僕にとっては夏だなっていう風に感じるなと思いました。うんうんうん、うん、そのお話はね、何回も今までしてて、ほうばっていうこの葉っぱにね、包まれたお餅みたいな感じなんですけど、これはね、好きな人もいればあんまり好きじゃない人もいるかもしれないんですけど、でもすごくこう季節を感じるっていう意味ではすごいなと思います。うん、僕の中ではすごくこう大きなものだなと。そうですね、うん、他のエリアにないからね。うん、昔からずっと食べてきたものですし、それを感じるものっていうのはね、大切にしたいなっていう気持ちにもなりますね。うん、うん、ということでね、今日はちょっと短めなんですけれども、戻ってきたばっかりでね、すごい疲れてるんで、とりあえずなんかバラバラなお話になっちゃったんですけど、また今日からエピソード撮って復活していきたいなと思いますので、これからも、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた明日お会いしましょう。ではでは。